アンディ・マクフェイルは MLB フィラデルフィア・フィリーズの球団社長。2011年祖父はブルックリン・ドジャースなどで最高経営責任者を務めたラリー・マクフェイル。父はアメリカンリーグ第5大会長のリー・マクフェイルであり、両者はいずれもアメリカ野球連動入りを果たしている。父が ボルチモアオリオールズのゼネラルマネージャーだった1958年から1966年をボルチモアで暮らした経験がある。シカゴカブス参加の永久チームで経営者としてのキャリアをスタート。1985年から1994年まではミネソタツインズの球団副社長兼 GM を務め、1987年と1991年には、 チームをワールドシリーズ制覇に導いた。ツインズを退いてから2006年までシカゴカブスの最高経営責任者を務め、2000年から2年間はカブスの GM も兼務した。2007年6月、ピーター・アンジェロス・オーナーの要請により、オリオールズの球団社長兼 GM に就任。低迷が続くチームの再建に乗り出した。2008年オフ、読売ジャイアンツから FA 宣言した。 上原康事の獲得に乗り出し、翌年1月に2年1000万ドルで契約した。上原はオリオールズが契約した初の日本人選手となった。オリオールズには2011年まで在籍した。2015年6月29日に、同年のシーズン終了より、フィラデルフィアフィリーズの球団社長に就任することが発表された。ありがとうございます。